あるな。いやね、あの本店なんかへのチラシ作ったりとか、まあ、会費をちょっと払いますけど、うん、参加すればそれで賄ってます。今のところレインボーアーツはもう全部皆さんからの参加費プラス、まあ、前年度からのプールちょっとあるんですけども、それで、なんとか回ってます。結構最初の頃なんかそれこそ会場を借りるのは最初にこう実行委員長が身銭を切って出して、それで帰ってきたらよかったねっていう感じのところでやってたみたいなんですけど、なんか幸い僕が実行委員に関わりだしたあたりからはあまりそういうこともなく、あの皆様からの、あのお金で参加費だけでスポンサーとかも取らずにやってます。やっぱ僕はあのそういう意識としてはなんかこう、まあ楽しむためのお金だから、まあ、遊ぶお金は自分で出そうぜみんなぐらいの気持ちで、あの考えて、あの参加費制っていう感じですね。ただね、あの今のところ毎年この全道祭のスペースゼロっていうところをあの拝借してやってるんですけれども、まあ、あの今言ったような会場の制約とかもちょっとある反面、あれだけ大きなスペースが新宿県内で他にあるかっていうとなかなかないっていうのを考えると、まあ他のギャラリーも探したいなとか、思うところもあるんですけれども、とりあえずはちゃんと毎年お祭りをあそこでやろうぜっていうところで、あそこでとりあえず続けていくことをしていきたいなというふうに考えている感じですね。